皆様こんにちは。今回は Android 版 Chrome リモートデスクトップアプリがバージョン53にアップデートされ、デスクトップの音声転送にも対応したのでご紹介させていただきます。 Chrome リモートデスクトップはこれまで音声の転送には対応していなかったので、例えばリモート操作でデスクトップの動画を再生したとしても音声を聞くことはできませんでした。しかし Android 版 Chrome リモートデスクトップアプリのバージョン53アップデートにおいて音声の転送もサポートし、聞くことができるようになりました。これによりデスクトップに保存してある動画や音楽などを Chrome リモートデスクトップアプリを通して Android でも聞くことができます。また音声の転送は特に設定などは必要なく、 Android 版 Chrome リモートデスクトップアプリをバージョン53以降にアップデートすれば自動で利用できるようになります。ただしデスクトップ側の OS は Windows か Linux である必要があり、 Mac は2016年10月現在は対応していません。 Chrome リモートデスクトップアプリの音声転送は2016年10月現在 Android アプリでしか対応しておらず、iOS 版アプリと Chrome OS を含めたデスクトップ版 Chrome リモートデスクトップでは利用することができません。しかし Chrome OS の場合は Google Play Store をサポートしている Chromebook などでは、 Google Play Store からインストールした Android 版 Chrome リモートデスクトップアプリを利用することで音声の転送も利用可能です。ぜひ参考にしてみてください。以上、Android 版 Chrome リモートデスクトップアプリバージョン53で利用できるようになったデスクトップの音声転送機能のご紹介でした。